谷にドン引きの投手。今季もほとんど休みなくプレイする大谷。ブルージェイズの右腕クリス・バシットは対戦経験のある大谷に完全に畏敬の念を抱いていると絶賛した。先発してマウンドに立った次の日にどれだけ体が痛むかを知っているし、野手が4から6日ぐらい連続でプレイした後にどれだけ体が痛むかも僕は聞いている。だけど、大谷は8回を投げるだけじゃなく、次の日には淡々と打っている。僕には肉体的にどう持ちこたえているのかが全く理解できない。成績がどうこうではなく、毎日あれだけのことができる事実が最も信じられないことだと僕は思う。平然とプレイする大谷の凄みを語った。普通じゃないことを普通にやってるのがかっこいいな。もう6年も二刀流して登板後の日も打者で出てるけど、毎回この話題ある？このスタイルが確立されたのは、6年ではなく過去2年や、当たり前と思うなよって話だろ。クリス・バシットって有名なのか？メッツに所属した昨季は、チーム最多の 181.1 イニングを投げ、15勝を挙げた好投手だぞ。だから、このコメントはかなり説得力がある。てか、メジャーの過酷さを体験していないと出てこないコメントだろ。まったく、同じコメントをペドロ・マルチネスも語っていたな。ワイらは過酷さを知らんから忘れていくことだけど、MLB 選手からしたらありえんやろって感覚なのか。この話題は、プレイ年数を重ねるたびに出てきて、いい話。Y は庭の草取りしただけで、次の日はあちこち痛い。ええやん、Y は痛いの2日後や。登板後に痛みが来ないという大谷だが、本来あるはずの休養を飛ばしてるよな。本当に大谷のパフォーマンスに、何の影響もないのか？食事の栄養バランスに、質の良い睡眠だけで、疲労が回復するものか疑問やわ。細胞レベルで研究対象になるやろ。クリス・バシットといえば思い出すあのツイート。アメリカ合衆国宇宙軍へ、エンゼルスの背番号17を調査してくれませんか？調べてもらえれば、よろしく、今見ても笑える。アメリカ宇宙軍、調査結果は、やっぱり宇宙人やで。このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。